木場駅のね近くに来てます。でここね昔舶備線の、線路がこの辺に通ってたんですけども、幹線だったんですけど複線化によって、1970年ぐらいに、廃線化したということで、この目の前に残るんですけども、ちょっと行ってみましょう。橋脚がねこれ残ってるんですよね。見えますかね。これがあのここに昔舶備線が通ってたそうです。ずらーっとね、あの今はここの後ろ国道180号線を越えた先に、通ってるというと、伏線化したのと、このエリアっていうのは結構曲線とかね急勾配が多くて、結構時間がかかってたりしたので、トンネルを掘ってこういう感じで前のようにストレートに行けるようにして、今に至るということで、今日はですねこの日和駅周辺の廃線跡を、ちょっと巡っていこうかなと思います。意外と知らなかったっていう人も、ほとんどかなと思います。でこの目の前斜め横この上に日和駅ってのがあります。かなり高めの位置、石垣の上にプラットフォームがちょこんと乗ってるような感じですけども、やはり洪水の関係とかもあったのかな。立派な石垣がね見えますけど、このまま国道180号線をね歩いていきます。で今ねこの太陽光パネルが並んでるんですけども、昔ここに線路があって、汽車、蒸気機関車とかが走っていたそうです。今はね太陽光パネルあったり、ちょっと遊歩道のような感じになってます。でもこの横しね、もうすぐそこが高橋川で、今もねかさ上げ工事かな、堤防みたいなのを作ってるので、西日本豪雨の時もねおそらくこの辺かなりの水が来たのかなっていう感じだと思います。でこの先に今太陽光パネルがね地面に置かれてるような状態なんですけども、こちらがよく見たらわかると思うんですけども、石垣がね綺麗に一直線、並んでるんです。今はこんな感じになっております。でそこからちょっとねこっち道進めないんで、また180号線の方に進んでいきます。ちょうどね田植えシーズンで田植えの準備をされてる方がたくさんいます。本当にのどかな風景の中で、で昔とかもねそういう中で汽車が通ってたんですよね。いうことはこれなんですけど、これね食堂なんですよね。ということは駅前食堂みたいな感じで
その当時は使われていたのかもしれないから。こっちにもね、あの食堂らしきものが並んでます。で、あの日間駅をね、こうやってこのカーブに差し掛かるとこなんですけども、ちょっとね、まあもしかしたらすごい気になってた方もおられるかもしれないですけども、こちらね、橋脚跡なんですよね。だからこの上に橋がかかっていて、まあ、向こうの方までね続いてたということなんですけども、決して作って使わなかったっていう橋脚じゃなくて、ちゃんと使われてまだその痕跡が残ってるということですね。で、このたこ焼き屋さんあるんですけども、たこ焼き屋さんかな、はい、たこ焼き屋さんです。で、このたこ焼き屋さんの横です。これ橋脚なんですよね。この上をね走ってたということで、だいぶでかいな、この辺ね。はい、ここにも橋脚が存在します。じゃあちょっとこの上登っていきましょう。痕跡があるということです。橋ですね、まだこの残っているということです。で、先ほどね登った階段から降りて、で下から見るとこんな感じでね、見えるかな、なんか昔なんかあったんだろうって思えるような、雰囲気が、まあ形として今残っております。で、ここにまた橋脚があるんですけども、ここで、今のこの伯備線の線路に合流するような感じになります。こちらが1970年3月って書いています。で、この旧線が、ね、廃止されたのが1970年の9月の7日ってことですか、いうことなんですよね。
で、このね、昔旧線なんですけども、これがあの橋脚で、で、その上に見えるかな、おそらくトンネルがあったと思うんですよね。トンネルがあって、で、今コンクリートでね塞がれてるね状態です。見えるかな。はい、というわけでおおよそのこの配線跡っていうのを確認しました。で、今向かってる先が、まあ、この目の前日和駅です。最後にちょっと日和駅どんな感じか見て終わりましょう。いう感じでございます。他の駅に比べてかなりホームが長いですね。で、初めの方ね見てたいた場所、この目の前です。かなり非常にあの見晴らしがいいですね。だからこの目の前を一直線ずっと昔は通ってたわけで、電車、あの汽車がね。でも今はトンネルができてもう一直線だから本当にね短縮化されたような、もうあの向こうにね見える場所があの先ほどいた合流地点、旧線とねこの新しい線路の合流地点なんですけど、このトンネル一つで、スムーズに行くことが、できます。それ以前は本当にあのいろんなもう複雑なカーブあっての急線だったんですけども、まあ、おそらくこのいろいろね確認した中では、まあ、木々がね多かったりするので、やはりあの大木が線路の上に落ちたりとか、まあ、土砂崩れの影響とか、まあ、いろいろあったかと思います。その中で、1970年にこの新しい線路複線ねできたということです。いう感じで、ね、今日お届けいたしました。ぜひあの興味ある方は行ってみてください。 JR 伯備線の日和駅降りたらすぐあのその配線跡を巡ることができますので、ぜひ皆さん行ってみてください。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから。フォローよろしくお願いします。